ヨーロッパの北の片隅にあまり聞き慣れない国があります。それでもきっとここを訪れたことがあるでしょう。瞳を閉じるたびにいつもそこにはおとぎ話に出てくるような素晴らしい中世の街並みを思い描き、誰にも見つかることのない秘密の場所へ逃げた記憶。冬のワンダーランドを通る魔法の散歩道を夢見て、そしてあまり想像もつかないようなことまで体験できる場所なのです。例えば凍った海の上を走り近隣の島へのドライブ、10万人が一体となって歌う合唱祭、ソビエト時代の刑務所でのダイビング、ロシア皇帝時代最大の工場跡の探検、エストニアは東欧とスカンジナビアの2つの文化を合わせ持つ驚くべき場所です。住民は世界で最も進んだデジタル社会を享受し、同時に常に自然とも密接に関わっています。エストニアではひまわり畑からスーパーフードを取り、洗練された北欧料理を大自然の中で味わえたりする場所です。浸水した牧草地をカヌーで体験したり、スモークサウナで身と心を清めたり、普段の旅行先リストには入っていないかもしれませんが、一度訪れたら一生忘れられない場所になることをお約束します。